このセッションでは笠井北斗さん、そして鈴木珠代さんの2人にご登壇いただきます。笠井さんは1999年から日本とアメリカでアフィリエイトビジネスに関わるアフィリエイトプランナーとして活動されています。アフィリエイター向けの、イベントの開催や広告主向けアフィリエイト運用サポートを手掛け、日本アフィリエイト協議会の代表理事も務めておりです。鈴木さんはフリーランスでネットショップ担当者へのアフィリエイト運用方法のレクチャーを中心としたコンサルティングをなさっています。日本アフィリエイト協議会によるアフィリエイト業界関係者が選ぶアフィリエイト業界 MVP2012、2013、2014、すごいですねの3年連続受賞などの受賞歴もお持ちです。本日お二人にはアフィリエイトでマネタイズ、今しておくべきトレンドとポイントと題して、昨今の法律改正や集客経路の変化などのトレンドや注意すべき点、今からチャレンジするならここが狙い目といった情報をお話しいただきます。それではアフィリエイトでマネタイズ、今知っておくべきトレンドとポイントです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでご紹介いただきました2人でこの後進めていければと思います。簡単に自己紹介をいただいたんですで、ちょっとこのスライド自体はふわっと進めていければと思うんですけども、笠井さん、はい、簡単に自己紹介を。はい、まさにさっきを伝えて話していただいたことそのままなので割愛はできさせていただく感じに結構今日盛り込んでいるのでですね、皆さんに役立つ話を、アフィリエイト20年間やってきた人間としてさまざまな立場でこの業界に関わってまいりましたので、このセッションが終わった時に皆さんに何らかの道を指し示せるように、お話をさせていただければと思っております。笠井です。よろしくお願いいたします。はい、ということで私は鈴木と申しまして、ちょっと今恥ずかしい経歴で MVP って何って感じなんですけれども、もともとはアフィリエイト の会社、アフィリエイトを提携している会社の方におりまして、その時期にそういった賞などもいただいてます。今は完全にフリーランスとしてネットショップ担当者さん向けの、コンサルティングをメインに仕事をしているものです。正直言いますと、今日ワードキャンプでここでお話をさせていただくんですが、私カスタマイズしてもらったサイトは1個持ってるんですけども、こういう感じでちょっと触ってるレベルなんですね。なのですごい初心者さん向けにも分かりやすく、逆にこう私が理解を深めるために今日はお話をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、そもそものアフィリエイトのお話をする前に、はい、そうですね、今日ありがたいことにすごくたくさんの方々にお集まりいただいていますが、この中でもすでに私はアフィリエイトの広告を掲載してるよ、アフィリエイトやってるよっていう方ってどれぐらいいらっしゃいます？3分の1ぐらい、そうですね、はい、ありがとうございます。ということでですね、今日パタパタとお話をしていく中にたまにこの単語が出てくるので3つだけ覚えていただきたいんですけれども、初めてアフィリエイト触れる方だとちょっと分かりにくいんですが、まず広告主という単語が出てきます。これは、通販をやってる企業さんがアフィリエイトを利用して、サービスを紹介してねっていう立場の人を広告主と言います。で、もう一つが ASP、 これは私も元いた職場なんですけれども、そのアフィリエイトの仕組みを提供している会社を ASP と言います。そして今日メイン の、どういったことをしているのかってお話しするアフィリエイターになるんですけども、この人たちはホームページとかブログを持っていて、ワードプレスなどを利用して広告主さんの商品やサービスを紹介する立場の方々をアフィリエイターと言っています。この3つの単語がたまに出てくるので、これだけはちょっとちらっと覚えておいてください。で、そもそもの仕組みなんですけども、これから始める方も半分くらいいらっしゃるということだったので、ちょっと簡単にザクッとしたご説明なんですけれども、ワードプレスで作成したそこらにアフィリエイトサイトの方があるんですけれども、この中で自分で写真を撮ったりテキストで紹介記事を書いているんですけれども、その中に広告主が指定したこのバナー広告とかこのテキスト広告っていうのを、その記事内に広告リンクを貼っているんですね、アフィリエイトサイトの中に。で、そのバナーリンクとかを経由して
広告主のウェブページの方にたどり着いて、実際に商品が購入されたら、このアフィリエイトサイトを運営している運営者の方に報酬が支払われる仕組みのことをアフィリエイトというふうに言っています。はい、本当に簡単に説明するとこうなんですけど、ちょっと簡単にアフィリエイトの歴史結構長いんですけど、これはぜひ笠井さんから。はい、そうですね、私自身もアフィリエイトが日本で始まった1999年と同じ年にアメリカでアフィリエイトを始めているんですけれども、このアフィリエイトという単語は本来は提携する、加入するという意味を持っています。で、成果報酬型なので、企業側が、広告主側が1件の売上、1件の申し込みにいくら払うかっていうのを広告主が決めることができる、投資収益率が非常に優れたマーケティング手法です。時々勘違いというか質問がいただくことがあるんですが、アドネットワークのような課金型、要はクリックでいくらもらえるとか、そういった仕組みはアフィリエイトではないんですね。有名なところでは Google AdSense というようなものもありますが、 Google AdSense はアフィリエイトではないんです。他にもクリックして、ユーザーさんクリックして自分にお金が入ってくるビジネスモデルというのはアフィリエイトという仕組み、成果報酬型の仕組みとはちょっとずれてくるので、そこは一緒に考えないようにしておいていただければというふうに思います。で、国内ではですね、アメリカ、ヨーロッパに目を向けると ASP と呼ばれる仲介会社を使わずに、直接広告主とアフィリエイト媒体運営者がビジネス提携関係を結ぶというのも非常に多いんですが、日本は個人のブロガーさんであったりとか、個人事業主のウェブサイト制作者の方がアフィリエイトの仕組みを活用いただいている人数が非常に多いということもありまして、アフィリエイトサービスプロバイダー ASP さんを基本的には介してアフィリエイトのパートナーシップが組まれるという形になっています。で、2004年にブログが誕生して、無料ブログも誕生し、それまではプログラミングの知識経験がある方しかネット上で情報発信できなかった、そこからアフィリエイトを含めてネット上で広告収入を得られる知識経験が、専門知識経験がなかったとしても、ブログの仕組みを使って個人事業主、中小企業、アフィリエイトの収益化をできるようになったというのがこの2004年、ここから一気にブームが始まりました。で、あとは今日の講座の中でも Google さんのセッション等もありましたが、検索エンジンが進化し、スマホもですね、今から10年前15年前に考えると、ガラケーの時代からするとも今スマホでお買い物や申し込みする人が非常に増えてきてたりとか、もうスマホベースでレスポンシブ対応しなきゃいけない、それから SSL ちゃんとセキュリティの方も考えて取り組まなきゃいけないなどなど、アフィリエイト関係者が対応しなきゃいけないことは、ワードプレスの皆さんもそうだと思いますけれども、対応すべき項目というのは近年非常に増えてきているというのがアフィリエイト業界内の現状と言えると思います。はい、もうちょっとね、大変なんですよ、アフィリエイトの人たち。なのですが、今日マネタイズがテーマということなので、そもそも今アフィリエイトって儲かってるのどうなのっていうのは皆様気になるところなので、これ一応公開されている情報だったのでお見せするんですけれども、これ簡単にご説明いただくことってできます？これはですね、矢野経済研究所さんという調査会社さんがほぼ最近毎年発表されているアフィリエイトの市場規模ですね。この市場規模は何かというと、広告主側がこの業界、アフィリエイト業界に支払ってくださっている広告費用の総額になります。今年度2018年度はおよそ2635億円規模になるであろうというふうに言われていて、2020年オリンピックが開催される年にはさらに1000億円も上乗せされる3500億円規模には、なっていくんじゃないかというふうに言われて統計が出ています。で、特筆すべきなのはですね、金額よりも伸び率なんですね。年率 15% 前後でこのアフィリエイト市場っていうのは成長してきて、それからこれからも成長していくであろうというふうに言われているんです。他の広告業界であったり、他の広告以外の業界を見ても、中にはちょっと縮小が始まってしまってたりとか、横ばいが続いているというところが基本的には多い中、アフィリエイトはもう毎年 15% ずつぐらいどんどん成長してきているということもあって、非常に注目度が高いビジネスモデルになっています。はい、なんか伸びてるっていうことなんですけれども、今日テーマがワードプレスっていうことで、何分にもちょっとアフィリエイトの話だといろいろお話がすぐちゃんと出てくるんですけど、さあそもそも私はワードプレスをこう片手の指で触ってるようなレベルなので、みんながどういうふうな使い方をしてるのか、アフィリエイトの方々がどういう使い方をしてるのか知りたいなと思ってですね、今日こんなことをSNS 上でちょっと仲良しの数十人のですねアフィリエーターさんに、先輩アフィリエーターの方々に、ちょっと聞いてみました。私ちょっと本当に素人なので、ちょっと皆さん教えてみたいな形で聞いてみました。4つ聞いてます。
独自ドメインを、まあ、使う関係があってワードプレスに移行している方が多いのかなっていう私の想像で、まずその質問をしてみたのと、あと、まあ、実験帳を使っているおすすめのテーマとかプラグインって何使ってるのっていう部分と、あとは、まあ、どういう活用してるのかなっていうのが聞けるかなと思って、ここが大変なポイント、ここが好きなポイントっていうのをアフィリエイトの先輩の方々にちょっと聞いてみました。気になるところです。まず最初にですね、独自ドメインのデビューってワードプレスですかって聞いてみたところ、なんとですね、まあ、はいが 42.1% で、いいえが 57.9% だったんですよね。ちょっと面白い数字です。でこれはですね、私がつながっているアフィリエーターの方々って結構ベテランの方が多くて、本当に無料ブログの開始の前とか開始した後と長く運営している方が多いので、比較的こう昔からなんだホームページビルダー使ったりとか、あとは HTML をタグ打ちしたりとかっていう形で、もともとウェブサイトを作ってた方もいらっしゃったというのがこの数字に表れているのかなと思います。でおそらくこのはいとおっしゃった 42.1% の方が、まあ、新しく無料ブログから頑張ってワードプレスでサイト作るぞってチャレンジをされている方々かなと思います。で続いてアフィリエーターの方々がよく使っているテーマなんですけども、これもですね、私本当にちんぷんかんぷんなので、なんで使ってるのかも教えてっていうのも合わせて聞いてみました。はい、ですね、特に人気だったのがシンプリシティとコクーンっていうあのテーマを使ってました。同じ制作者の方なんですよね。でなんかカスタマイズがしやすいとか知識なくてもできるっていうような意見が多かったので、聞いた中ではすごくこちらのテーマがすごく人気でした。でその他にもどんなのが出てたのかっていうと、よいしょ、はい、アフィリエイト総合部で、うちの、私も所属している協議会にも関わってるあのテーマで、ご協力いただいて作成したテーマなんですけども、ビズベクトルできる、これもそこにいる人が作ったそこにいる人が作ったみたいなあのテーマなんですけども、とかあとライトニングというテーマが人気でした。で一部ですね、これアンケートいただいた時に結構細かくいろんなテーマを挙げていただいたんですけれども、スプリットライセンスの関係だったり利用制限のあるものがあったので、一応ワードキャンプの場だっていうことなので、省略をさせていただいております。で続いてどんなプラグインをアフィリエーターの方々が使っているのか、おそらく皆様制作の関係とかでいろんなものを使ってらっしゃると思うんですけど、じゃあマネタイズ意識してる方々がどんなのを使ってるのかっていうのなんですけども、これをもうタタタとお見せします。まあ何て言うんですかね、まずは更新を楽にするものっていうことで、これ読み方が複数あったんですけど、アドクイックタグがすごく人気でした。なんかテキスト入力すごく楽ですとか、カテゴリーの並べ替えができますとかみたいな形で人気でした。でその他にも目次用のプラグインであったり段組みができるものであったりみたいな形で、人気のものが結構いろんな多岐にわたるものが出てきたんですが、ざくって分けると更新を楽にするっていう形でいろいろ選ばれているようです。そのスライドって後でシェア共有されるします。後ろの座ってる方、もし文字が見えなくても後でぜひ問題で見てください。はい、で続いてもう少し他のものを見ると、じゃあ更新楽にするぐらい祝いはどういうのっていうと、サポート関係ですね、やっぱバックアップとかそういったものが大事にされてるっていうのと、あとこれお問い合わせフォーム、コンタクトフォーム7、アフィリエイトサイト上でも見てるユーザーの方々がお問い合わせをするケースとかがあって、こうコミュニケーションを取りたいっていう時にお問い合わせがあった方がいいっていうことで、こういったものも利用されてるようです。あとは、検索エンジンの対策でサイトマップを作れるものであったりとか、あとはセキュリティの関係ですね、不正ログイン、結構これも怖いところなので、そういったものも意識されていらっしゃるようです。はい、あとはですね、一部他にお名前いただいたものの中でも、リンク切れのお知らせを知らせてくれるものであったりとか、不正にスパムを避けるものであったりとか、メンテナンスが必要なものに関してそういったいくつか回答をいただいています。
で、せっかくアンケートいただいたのに全部ちょっとご紹介いただけなくて、このあたりスタッフの方にね、いろいろ教わりながら、その 100%GPL みたいなやつを聞きながら、この資料を作ったんですけれども、スタッフの方でワードプレスに詳しい方に、アフィリエーターの方にぜひこれを共有してくださいというふうにお伝えいただいたので、これを共有させていただくんですけれども、やっぱり更新の日付が新しいものがいいのと、1年以内のものを選んでくださいという形でお伝えいただきました。で、もう一つが有効なインストール数が多いもの、同じような機能があったら有効なインストールの数が多いものの方から選んだ方がいいよっていうアドバイスもいただきました。で、最後に検証済み最新バージョンが最新のワードプレスのバージョンであることを確認する。これ私があんまりまだ使い慣れてないんでわかんないんですけど、これ結構大事。なんか表示が崩れてしまったりとか、なんかうまくできなくなって、その最新バージョンに合わせた時にうまく表示ができなくなってしまったりみたいなことで、結構苦労されてるアフィリエーターの方多いんですね。なので検証されてますよっていうのが確認できるものから選択すると良いというふうにアドバイスをいただきました。私もこれに準じて頑張りたいと思います。はい。でですね、続いてここが大変、ここが好きというお話をしていきたいと思っております。まずですね、ここが大変からいきたいと思うんですけども、フォントの字が一部後ろの方だと見えにくいかもしれないんですがですね、ちょっとですね、文字を削ろうかなと考えたんですけども、この先輩アフィリエーターたちの魂の叫びがここに込められていたので、ちょっと私削れなかったんですね。この多機能すぎて初心者が一人では覚えなくなっている、毎年じりじりと学習コストが高くなり続けてる印象です、みたいな、ははーみたいな、こう涙なしには見れないものだったりとか、もうまず設定から聞き慣れない言葉のオンパレードいちいち調べながらで大変、またプラグインで便利そうだと思って入れてみようでも使いこなせないみたいな、涙なくては出せないようなこととかもいただいてます。あとは表示に時間がかかるとか、 CSS とかいじってて大変な目にあったことがある、カスタマイズうまくできないとか、アレンジは知識ないと大変ですよとか、あとはムーバブルタイプのようにちょっと簡単にできない部分があるとか、あとはデータベース、PHP、CSS、私もちょっとしかできない、触ると怖いことになっちゃうみたいな知識が必要ってこともあります。で、その他にも困ったこととか、ここが大変っていう部分で、やっぱりそのバージョンアップとバックアップが結構大変、なんか結構バージョンアップが結構頻繁にあるたんびに、なんかおかしなことになっちゃうっていう意見はすごいあっちゃこっちゃから聞いてます。はい。なので、そういったものであったりとか、あとは、プラグインいろいろ便利なんで使うんだけど、プラグイン同士が干渉して不具合を起こしちゃうみたいな、意味不明に崩れるみたいな、どうしていいのか分かんないみたいな意見も聞いてます。辛い辛い、はい。で、そういう風に下手に手を加えると怖い、録音すらできないとか、バグって使えなくなっちゃうと埋め込んでる早々片っ端から書き換えるという悲しい作業が発生します、かなり鬱ですみたいなこととかも聞いてます。で、まあぶっちゃけこういうお話も多々いただくので、意見としていただいたのが、もう文字を書くだけっていうコンテンツの作成に集中するのが目的なら、もう無料ブログみたいなものでもいいんじゃないですかねみたいなのも先輩のお声としていただいておりました。なかなかにこう悲惨な、いや、こう魂の叫びを感じる、ここが大変でした。で、続いてここが好き、はい。まあ、慣れると簡単、どこでも更新可能、はい。あとはスマホでもできるとかですね、はい。あとはテーマを入れ替えるだけでサイトの雰囲気がガラッと変えることができるっていうのも便利。あとはデータがウェブ上のデータベースに入っているので、パソコンが壊れても安心っていうのも、やっぱり自分 のパソコンの中に入っているだけだと心配っていうこともあって、そういった意見もあります。あとは自動でスマホ対応、今はもうレスポンシブ必須になりつつあるので、そういったものもできるっていうのがいいです、
はい、あとは設置しやすいっていう部分とかですね。あとはもうこういうことをやりたいと思ったら大概できますっていう部分とか、あとは困った時に検索すれば大抵のことが解決できる、はい、あとはそうですね、ざざっと読むと、はい、レスポンシブデザインなどコードベタ打ちでサイトを作るにはもう自分の知識や技術では限界なので、簡単におしゃれなサイトが作れるという点ですごく助かっていますというご意見をいただきました。先輩アフィリエーターめっちゃ苦労してるっていうのがね、この様子でなんとなく察していただけるんじゃないかなと思います。で、この、皆さんにご意見を聞いたときに、ワードキャンプでお話しさせていただくんだけど、よかったら事例のサイトで紹介させてくださいという形でいくつか、事例サイトをお持ちしてます。で、ものすごく稼いでるすごい価格ドットコムみたいなサイトとかそういうものではなくて、あくまで先輩がこう楽しんで作ってらっしゃるサイトっていう形で見ていただければと思います。ちょっといくつかね、笠井さんにもここはアドバイスいただきたいなと思ってます。個人とか個人や個人事業主レベルのアフィリエーターの方々という形ですよね。がっつり会社化してる方というのではなくて、はい、いきたいと思います。まずツツジログ、元保護犬トイプードルツツジの里親日記なんですけども、簡単にご説明すると、保護犬のワンちゃんをお迎えになった方が、そのワンちゃんがこう快適に過ごせるようにあれこれこう工夫をされている様子が書いてあるものなんですけども、ちょっとこう解説とかいただけます？結構ですね、アフィリエートというイメージで、あんまり知らない方が最初に作ろうとするとアフィリエートありきで作っちゃう方が多いんですよ。結局その稼げるようなテーマで自分興味関心もないし、もっと言ってしまえばすぐネタ切れになってしまうけれども、ただなんとなく報酬単価が高そうだ、いろんな いわゆる稼いでるアフィリエーターの方々がこのテーマがいいと言ってる、このジャンルがいいと言ってるという理由だけで選びがちになってしまうんですが、かなりの高確率でそのやり方は初心者初中級者失敗しちゃいます。一方でやっぱり長く続けられてマネタイズプラスアルファで評価であったりとかやりがいであったりとか、さまざまなメリットを得てる方っていうのは、自分の体験記であったり自分の人生であったり自分の興味関心があるもの、そしてそれをワードプレスネットを通じて付加価値をですね、読者に提供できる、そんな媒体を作ってる方というのがアフィリエイトでは長期間、積み上げ成果と評価を積み上げられている傾向にあるかなというふうに思います。特にこの里親日記なんか、興味ある方にとっては実際に体験談も読めますし、中には写真もあるし動画もあるし、それをこうどういうふうな流れで迎えるかとかですね、いろんな情報を仕入れられるので、これは一読者としても非常に価値を感じられると思います。そうなんですよ、これ私個人的にとても好きで、実は毎回見てるんですけど、更新されるためになんかですね、お迎えするときにマットレスを購入されてて、そのマットレスを使ってる様子とか、半年経ってどうだった、どうやって洗ったとか、あとは枚数少なく買っちゃったけど最初から大きい枚数の方を買えば良かったみたいな、次に使う人のアドバイス視点がすごくあって、すごい見やすく整理されてていいサイトだなというふうにいつも思って見てます。で、いくつか他にもご紹介なんですけど、じゃん、はい、これはおすすめ格安高性能ノートパソコンガイド、格安だけど高性能なおすすめノートパソコンを紹介している情報サイト、これのポイントとかありますか？そうですね、これはテーマ選びが非常に面白いなと思います。結構パソコンの紹介サイトとか、型番付きの商品を紹介するときって一番安いものだけ紹介しますみたいなサイトって結構あるんですが、人によっては予算が10万円まであると、その予算内でできるだけいいものを買いたいっていうユーザーも多いんですよね。で、そういったユーザー層を切り分けて、そこに対して、じゃあ格安なんだけども性能もちゃんとしているものはこういうのがありますよという切り口でターゲットを絞って情報発信できるので、成果にもつなぎやすいかなというふうには思います。はい、あとはあれですね、パソコンって結構ですね、紹介できる広告主がいるんですよ。メーカーさんが大体アフィリエイトをやってるっていうのもあって、比較的紹介記事が書きやすいっていう特徴があるかなというふうに思います。あと広告主は熱心ですね、はい。で、続いて、はい、ムーブアバウト、はい、
こちらは、愛車ブログ車を持ってる方がその軽自動車についていろんな情報を発信してるやつなんですけど、ブログなんですけれども、個人的に面白いのがですね、中古車を中古で車を1回売って新車の車を買い替えたっていうレビューがあるんですけども、失敗したりこういうふうにもっとしとけばよかったっていう反省点をちゃんと1記事とかでまとめてるんですね。もっとこうすればうまくいったのにみたいなこととかの反省点書いてるのとかがすごい、お得の情報をひたすら並べてるっていうんじゃなく、こう失敗しちゃったんでもっとこうしとけばよかったみたいな内容が書いてあって、すごくいい記事なのかなと思います。特に車みたいに高い買い物するときって、皆さんもそうだと思うんですけど、めっちゃ調べるんですよ。で、調べたときにその人なりの体験談であったりとか、その人が考えであったりとか、その結果どうなったか、具体的な金額とかを交えて書いてあるものは非常に参考になるし、そこをクリックして申し込んだり資料請求したりという方が増えると思います。はい。で、ここでパソコンとか車とか結構単価が高いものばっかり並べてたので、こんな大変なのと思っちゃうかと思うんですけども、こういった切り口も結構いけるんじゃないかと。花子のかなか髪飾りっていうサイトなんですけども、髪飾りのヘアアクセサリーのサイトを紹介しているサイトです。で、このサイトさんの特徴で、全部の商品を使ったり試したり体験しなきゃいけないのかってちょっとハードルが上がると思うんですけど、うまくですね、広告主が提供しているリンクを記事内に差し込むことによって、画像っぽく画像とテキスト電話をご紹介してたりみたいな形で、こういう切り口だったら比較的チャレンジがしやすいんじゃないかなというふうに思ってます。インスタ映えもしますね。確かに、かわいい、切り口として、かわいい、いいと思います。はい、はい、続いて、いくつかちょっとまとめてお見せします。ですね、一番上のが、こちらの上にあるのがうまい広島って言って、広島っていう、地名の周辺のホテルとか観光案内を載せてるサイトです。やっぱりその地域回って写真とかも撮られてるので、近くに遊びに行ける公園だったりとか、そういう情報もありつつ、紹介するのはホテルとか、なんですかね、ホットペッパーのような食べ物屋さんとかにつないでるっていうサイトです。で、そのお隣が、層の作り方っていうサイトなんですけども、この方元料理人さんなので、レシピ系のサイトを作ってらっしゃるんですけども、経歴生かして、もうやっぱ付加価値ですよね、自分が元料理人みたいな、そういった経歴を生かして作ってるサイトです。で、合わせてその下ですね、右下のサイトなんですけども、千葉県の釣り場ガイドっていうサイトなんですけども、子連れでも安心っていう形で、千葉県と子連れっていう2つの絞り込みを行って、漠然と釣り場のいろんなところで釣りができるよっていうのを紹介するんじゃなく、子供を連れて行っても安心っていう、そのもう一個の付加価値をターゲットを絞って紹介しているサイトです。で、個人的にちょっとこれ面白いなと思ったのが、ミオクリストっていうサイトです。就活、ちょっと気になるテーマじゃないですか、皆さん。今となっては私もちょっと高齢の親がいるもので、ちょっとすごい気になるわと思うんですけど、そういった情報サイトになってます。ちょっとこれらでふわっとまとめとかありますか？そうですね、今やっぱり先ほどお伝えした通り、アフィリエイトありきというよりは、自分が発信できる付加価値をうまくサイト内容にしている方というのが挙げられていると思います。地域エリアのサイトとかってやっぱり今盛り上がっててですね、インバウンドの観光もあって、あとメディアとかでも紹介をしてもらえるような、それこそ固定費でアフィリエイトだけじゃなくて固定費で何か広告を載せられたりとか、発展系にもつながりますので、エリアのサイトであったり、また就活もそうですよね、今まさに、ブームって言ったら変ですけれども、就活についてちゃんと考えましょうという機運が高まってきている中で、そういった専門サイトっていうのがまだまだ少ないですから、それをちゃんと調べて発信してくれてまとめてくれる媒体があるっていうのは、消費者にとってはもちろん社会にとっても価値を生み出してくれているというふうに思います。はい、はい、なのでテーマ選びなんですけれども、結構今バラバラにお見せしてると思うんですけれども、比較的自分が興味関心があって、これだったら記事を書いていたり詳細の内容を調べたりしてても苦痛がないなっていうものを見つけて、それをどういう切り口で
紹介できるかなっていうのを考えて結構専売って作ってらっしゃるんですね。なので自分だったら何ができるかなと思った時に、例えばあの釣りのサイトもそうなんですけど、じゃあ釣りが趣味だっていうか、ひたすら釣りの道具を紹介してるっていうサイトだと結構まあアマゾンで見ればいいじゃんみたいになっちゃうんですけれども、そうじゃなくて子連れでも安心とか、なおかつエリアも絞って千葉県みたいな感じにすると、同じような悩みを持っていて子供にそろそろ釣り連れてってあげたいとか、でもあんまりちょっとこうなんか柵とかなくて危ないところだと子供をフラフラしちゃって怖いとか、あとは子連れのお客さんが多いみたいな切り口とかみたいのを考えてテーマを絞っていくと、比較的こう紹介記事を書いていて、こう書く記事にも迷いがなくなるっていうので、まあ、先輩が好まれてこういった切り口を使っていらっしゃるようです。参考いただけましたでしょうか。パクっちゃダメですよ。まるまる同じの作っちゃダメです。参考にしていただければ。はい、あとは皆さん写真綺麗、うん、そうですね、写真が綺麗なんですよね。はい、今 iPhone でもね、Android でもスマホで撮ってもすごい綺麗な写真ができると思うので、何か興味があるものだったらとりあえず写真撮っとくみたいな習慣あるといいんじゃないかなと思います。で、ワンポイントアドバイス、うまい広島のサイトさんとかにもあるんですけど、レストランとかでこう写真撮って後でホットペッパーのリンク貼ろうみたいなことやってもいいんですけど、レストランの人にブログとかで紹介して大丈夫ですかって聞いて、聞いて聞かずに勝手にアップすると後で言われちゃったりとかする可能性がゼロではないので、紹介していいですかとか写真撮っていいですかって聞くようにしてください。たまに建造物とかそういったものでダメって言われるケースあるんですよ。勝手に載せないでください。ほら、某千葉に住んでるこの黒い耳のあれとか、黒い耳のあれとか、ダメって言われるケース、魔法の国の人とかダメとか言われる可能性もあるので、そういうのでマネタイズしちゃダメですとか言われる可能性があるので、一言聞くも大事にしてください。で、ここでね、まあなんとなくこう気持ちも高まってきたアフィリエイトやってみたいなと思ったらと思うんですけれども、ちょっといくつか気になる情報が今アフィリエイトには起こってます。ちょっとそれの共有をしたく、ちょっとここはぜひ笠井さんからお話聞きたいんですけど、はいはい、そうですね、マネタイズのジャンルとかテーマに入る前にもこれちょっと話しておきたいんですけれども、アフィリエイト何もかも自由にやっていいというわけではなくて、当然法律やルールというものがあります。特にアフィリエイトでマネタイズを考えている方、取り組んでいこうと思われる方であれば、まあ、いくつかなんか特にこの2つは注意してくださいというのがあります。1つは景品表示法です。もう1つが薬器法、旧薬事法ですね。この2つが特に今アフィリエイト業界内外で、非常に問題視をされているので、皆さんぜひですね、そこは覚えていただきたいと思います。例えば1つ景品表示法、まあ、嘘を書いちゃいけないということなんですよ。薬器法でも、経費法でも分かりやすければ、法律について学んでいくと最終的には、あ、これ嘘を書いちゃいけない、嘘をついちゃいけないんだなというところに、分かりやすく集約していくんですが、今年の6月15日にアフィリエイト業界で初めてですね、初めて日本の歴史上初のアフィリエイトサイトの表記が書かれた景品表示法の処分が下されました。ここはブレインハーツという会社が措置命令で、まあ、罰金刑を受けたわけなんですけれども、その消費者庁の公表資料の中にアフィリエイトサイトの表示も問題だよと、それから消費者庁の担当の方々の話の中にもやっぱりアフィリエイトサイトがひどいというような言及が初めてされているんです。どういうことをアフィリエイトサイトがやっていたかというと、まあ、すごくこれは効果効能がありますとか、使ってもいないのに嘘の口コミを書いていたりですとか、この芸能人も愛用してますよ、このテレビでも紹介されてますとか、ここでもし皆さん SNS とかニュース見てるとですね、何々という番組で話題の丸々商品みたいな、うちもよく調べるんですけど嘘が多いです。紹介もされてないのに勝手に紹介されてると書く、芸能人が使ってないのに芸能人が書いてる、使ってるって書く、そういうことをしてしまうと、まあ、アフィリエイトサイトもそのうちペナルティを課せられるでしょうし、皆さんがアフィリエイトで紹介しているその広告主、資金を、広告費を払ってくれる人たちがまず最初に行政処分を食らってしまうというペナルティを課せられて、結局まあアフィリエイトからどんどん広告主やめていっちゃいますので、なので皆さんがサイトやブログを作る上でも景品表示法、要は誇大広告、事実よりもよっぽど大きく書いたりとか、本当のことじゃないのにごまかして書くと
ということは決してされないように注意していただければと思います。結構甘い言葉でですね、愛用してるって書いてくださいとか、これやったら効果あるって書いてくださいよみたいな提案が来たりとかも残念ながらアフィリエイト業界の中ではありますが、ぜひそういった場合には突っぱねていただいて、プラス日本アフィリエイト協議会にこんな提案来ましたよって情報提供をしていただければというふうに思います。これが一つですね。それから薬機法、あと著作権もちょっとブログのイベントということもあって、補完的に載せていますが、漫画村の問題もから今ブロッキングにまで派生していますけれども、勝手に他人が作ったものをパクっちゃダメと、悪気なくパクる方が本当に多くてですね、ダメなんですよと、他の人が書いたものとか作ったものを許可なく使ってはいけませんというのは、これはもうアフィリエイト云々の話ではなくてダメな行為になりますし、あとは何人も、効果効能の部分です。特に気をつけなければいけないのは、サプリとかコスメとか健康食品とかをアフィリエイトで紹介しようとしたときに、中にはですね、〇〇サプリの効果効能とは副作用あるの口コミ調べましたみたいな、そういう記事を書かれる方もいるんですが、それ丸々アウトなんですね。健康食品やサプリについては効果効能を謳ってはいけないというのが決まっているので、記事の中ではそんなに謳ってなかったとしても、効果効能というようなキーワードを作って、タイトルに入れて検索エンジンとかから集客をしようとしている、その時点で効果効能を暗示的に訴求をしようとしているというふうに思われてしまうリスクがありますから、なので、検証やサプリとか美容系の商品を紹介するときには、効果効能といったキーワードとか、そういうのはできるだけ使わないように注意をしていただければと思います。定期アフィリエイトサイト、この中でもし広告主側として出向しようと考えている方いらっしゃれば、皆さん自身が広告主はルールを守っていても、広告出向先のアフィリエイトサイトがルールを守らずにアフィリエイトをしてしまうと、企業側がまずペナルティを課せられるので、ここは本当注意をしていただければと思います。はい、なんかね、画像とかもなんですけど、自分で撮った写真で、許可取ってたりすれば OK なんですけど、結構 Google とかの画像検索とかそのまんま使っちゃったりとかね、あとはなんかこう芸能人さん の名前で検索したのを、右クリックすれば簡単に持ってこれちゃうっていうのがあって、簡単に安易に使っちゃうケースがやっぱり慣れてない方結構多いんですけど、ダメです。ダメですね。ダメです、はい、注意しましょう。よく見かけますね、そういうの、この SNS 広告とか、LP に芸能人が使ってますとか、さっき言ったようにテレビで取り上げられました、本に載りましたみたいな、うち一個一個ですね、業界団体もやってるテレビ局とか、芸能事務所に確認してるんですよ。本当にこれ使ってるんですかとか、本当にこの番組取り上げたんですか、もう 99% は、いや取り上げられてませんよ、使ってませんよっていう回答になります。だからここは当然使ってたとしても肖像権ありますから、著作権もありますから、これは勝手にアフィリエイト媒体が利用してはいけないというところになってきます。今ここはリンクで後でぜひ皆さんにもチェックしていただきたいんですけれども、それ以外にも、アフィリエイト広告が良くも悪くも注目をされていて、いろんなところでニュースになっています。トラブル事例とかも記事になっているので、ぜひ皆さん、各メディアの記事も確認をしていただければというのもありまして、リンクを掲載させていただいております。ぜひチェックしてください。はい、でですね、こういったこととかを言っちゃうと結構怖いみたいになっちゃうと思うんですけれども、そもそもですね、一部こうアフィリエイトを始めたいとかっていう形で勉強会とかに参加すると、なんか変な勧誘にあったりとか、もっと儲かりますよみたいな情報が結構あるんですけど、そもそもアフィリエイトは無料で始められます。お金かかんないんです。ただワードプレスを導入するタイミングでドメイン代とレンタルサーバー代、それもかかります、それは必要経費なんですけども、それ以外についてはかからないんですね。で、一応私たちも所属している協議会の方でも情報提供の方とかを行ってまして、よかったらチラって見てほしいんですけど、あとは勉強会とかもやったりもしているので、そもそも無料で始められるよっていうことだけはぜひ覚えておいていただきたいです。アフィリエイトで稼ぐ方を教えますよっていう人がちょうど9月13日に特商法違反で処分されてますから、東京都に、簡単に誰でも稼げます、だからうちに金払ってねって言ってた会社がですね、株式会社ルーチェというところが東京都に、特商法で業務停止処分されてますから、そんな甘い話で、金を払わせようとする人たちには近づかないように注意をしてください。はい、ということで、ちょっとたっぷりなんか怖い世界みたいに思っちゃったと思うんですけど、じゃあ今からやりますっていう場合だと、
おすすめのやり方とかジャンルとかみたいな話をちょっとしていけばと思うんですけど、そうですね、これは2人でちょっと色出していければと思いますが、はい、一番やっぱり基本になるのは、先ほども何度かお伝えしている通り、アフィリエイトありきでやらない方がいいです。アフィリエイトで稼げるジャンルとかで調べるとですね、美容健康とか求人であったりとか、金融であったりとか、そういったジャンルを皆さん目にすることがあると思います。やってはいけないというわけではないですよ、やってはいけないというわけではないんですが、そういったジャンルってもう会社を作ってスタッフを10人20人抱えてサイトを作っているようなアフィリエイト運営会社とかも参入しているので、そこに一個人が例えば FX とかに全く興味ないのに、とりあえず稼げそうだからやってみようかなみたいにノリで始めちゃうと、成果どころかの集客にもならずに終わっちゃうというのが非常に多いので、アフィリエイトありきではなく、やはり皆さんが自分にとっての得意ジャンルはこれだなとか、私が好きな商品とかサービスや会社ってここだなっていうところをアフィリエイトとうまくつなげていく、そういったテーマやジャンル選びをしていただくのが実は一番積み上げていく近道かなというふうに思います。確かに結構やっぱASP ってそのアフィリエイトの会社さんの管理画面を見ると、なんか高額報酬みたいな言葉にちょっと惹かれがちなんですけれども、多分ですね、広告主を選ぶタイミングの時にまず Google とかで検索してみるといいと思うんですね。その広告主の商品名とかサービスの内容とかで、そうすると上の方に大体価格 .com がいたりとかいたりとか、もう楽天が Amazon がいるとか、身も蓋もない検索結果に結構なったりとかするんですね。これはちょっと価格コムは抜けないんじゃないかしらみたいな判断をしていただけると、じゃあこの商品名ありきだとちょっと厳しいんだなっていうのはご理解いただけると思うので、ちょっと横にずらすっていうことをねやっていただけるといいかなと思います。で、いくつか笠井さんの ASP の方とかに聞いたんですよね。これジャンルどういったものがやるんであればいいですかと。でやっぱりそのアフィリエイトありきではなくて消費者動向ありきっていうのも一つのポイントなんですよ。今どういったジャンルやテーマというのが盛り上がっているのか、そしてこれから拡大を市場化していくのか、例えば個人間の取引とかシェアリングとかっていうのが今まさに伸びてきてますよね。駐車場であったり車であったりとか、メルカリもそうですけれども、そういう C2C の取引とかは消費税がかからないっていうのもあって、消費税アップを前に、これからどんどんそこに注目が集まっていくでしょうし、地域情報サイトは先ほども言いましたけれども、アフィリエイト以外のマネタイズの手段にもつながります。買い物難民がどんどん増えている中で、食材宅配っていうジャンルも今非常に注目が集まっています。簡単な時短のミールキットを取り組めたりとか、あとはあそこの食材宅配にもちょっと関連するんですが、衣食住の、ファッションやグルメ家具とか、こういったジャンルは非常に根強く人気です。というのもそこ全く必要なくて生活できる人って世の中にいないわけですから、ただそこにおいては独自の切り口、今で言うと例えばサブスクリプション型の定額の何かサービスを紹介してみたりとか、おせちでグルメなんだけど、これをペット向けの室内小型犬向けのおせちを紹介してみたりとか、家具もどちらかというとピンク系の姫系の家具、オンラインでしかあまり買えないようなものに切り口を変えてみるとか、そんな取り組み方っていうのが一つありかなと思います。パソコンは今e スポーツが盛り上がってますからね、パソコン何でもいいというわけではなく e スポーツ系に当てはまるゲーミング PC とか、あとオンライン教育、オンライン学習サービスも伸びてます。今日もセッション確かやられたと思いますけれども、プログラミングとかもそうですし、語学もそうですし、それ以外のさまざまなスキルを学べるサービスというのがネット上で広まっているので、こういった時流にうまく乗ってこれから伸びていくであろうものをアフィリエイトに取り入れていくっていうのがマネタイズを、可能性高くやっていくポイントかなと思います。でそう、今ちょっとあのパソコンのネタが出たので、私もともとアフィリエイトの会社 ASP にいた時に一度ある特需が訪れたんですよ。なんだっていうと消費税増税みたいなのとか、あとは、Windows の、バージョンの買い替えとかみたいなタイミングってめちゃめちゃ特需なんですね。すごく物が買われる。で狙い目としてはアフィリエイト報酬が高い安いではなく、商品の単価の高いもの、家具とか大型の家具とか、あとちょうどWindows の7がもうすぐサポート終了っていうのもあって、その、多分その消費税アップの前にじゃあもういい加減10にしなきゃいけないわみたいな形でパソコンの買い替え需要とかもまたこれで起きると思うんですね。あとは、どういうもの、洗濯機そろそろやばいから買おうとか、冷蔵庫そろそろやばいから買おうとか、車の買い替えとか、そういった
タイミングで消費税が上がる前に決済をしようみたいなものっていうのはこれから多分すごい特需になると思います。 ASP の時に結構おお跳ねたってなったんですよ。で跳ねた後にいきなりキュッて沈むんですけど、いきなり買わなくなっちゃうみたいな。でもせっかく今からサイトを作るんだったら、ちょっと今のもヒントにしていただいて、これから特需が来るのってどんなものだろう、今自分のお家で買い替えをするんだったらどんなものだろう、消費税が上がる前にっていうことで探ってみて、実際に皆さん自分たちで買い替えとかを体験していただきたいんですよ。そうするとそれをそのまま記事にできます。そんな感じでサイトを作ってみると、何紹介しようっていうふうに迷わず、家の中からどんなものが買い替えて実際購入までどういう調べ方をして実際選んだのはこれって記事が書けるかって切り口ができると思うので、特需が来るのでよかったらぜひ紹介いただければなと思っています。ということでなんですけれども、ちょうどいいお時間に、はい、締めという形なんですけれども、今日のワードプレスのセッションもいろんなもので、変化はたくさん感じられたと思います。検索もそうだし PHP もそうだし BWM もそうだし、新しいものがどんどん生まれてきて変化していってると。で、変化の時ってチャンスでもあるんですね。で、今日のワードキャンプのテーマが確かチャレンジだったと思いますので、皆さんにもこの変化の時にぜひ、アフィリエイトという仕組みにチャレンジをしていただいて、マネタイズをうまい形で成功していっていただければなというふうに私は思っています。私もですね、今片手の指で触ってるような今のサイトをなんとか皆さんにお見せできるような形で公開できるように頑張って今日からやりたいなというふうに思いました。ということで、ちょうどお時間となりましたので、こちらで私たちのセッションの方を終了させていただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。